こんにちは。そしたら、先ほどアイライナーの描き方のビデオを作ってました。OK。で、これは、つけまつげのつけ方のビデオです。で、一回、つけまつげについてすべて話すっていう、All About Eyelashes っていうビデオを作った時に、後半の方でつけまつげのつけ方を説明してます。なんだけど、鏡どこに置いた方がいいですかとか、なんか、うまくつけられないっていう風に、コメントいただいて、もっとこう噛み砕いて作ってほしいって言われたので、今回ちょっとそういった感じのビデオを作ろうと思います。OK。もうアイメイクは終わっていて、アイライナーも引いてありますね。で、私は、つけまつげをつけてからマスカラをつけます。つけまつげをつけてからマスカラをつけることによって、もっと地まつげと一体化して自然に見えます。だから、マスカラつけるのはいつっていう風な質問されたことがあるんだけども、私はつけまつげをつけてからマスカラをつけることをおすすめします。OK? そしたら、OK。まず全体像で撮ろうと思いますね。今日使うつけまつげがこれです。したら、まずね、これを開けるじゃない？ OK。で、撮るとき気をつけてください。撮りました。はい、撮ってこういう感じです。で、まず一番初めつけまつげつけるとき、新しいの買ったときね、自分の目の長さとつけまつげの長さをメジャーしてください。たまにさ、ものすごく長くって、それをそのままつけてさ、ここの目元、一日中目を動かすためにこうやって、つかれて、目炎症を起こしたりとか、涙ずっと流して目の、化粧が崩れてる人とかいるから、そこはね、くっつけないんですよ、ここ。OK? だから、まずメジャーをします。こうやって目ありますね。そしたら、どこに合わせるかって言ったら、この毛のスタートの場所あるでしょ、目の。そこに、これを合わせます。OK? で、こうやっていくじゃない？で、このつけまつげ、割と結構短いね。だから、こうやって乗せた時に、ここ、これぐらい残しましょう。OK。で、もし、つけまつげが長かったら、この終わりのケツの方あるでしょ。こっちを、このぐらい残るようにしてカットします。OK。で、私のこのつけまつげはカットいらなそうなので、このままいきますね。で、これが、アイラッシュのグルーです。透明になるやつ。で、こうやってグルーをつけます。こういう感じで。それちょっと乾かしますよ。日本はさ、つけまつげつける人もいっぱいあると思うから、もうさ、慣れで、私はこういうつけ方ですっていうのがあると思う。だからそういうのは別に変える必要もないし、自分が一番やりやすいのが一番いいんですよ。だけど、苦戦してる人ね、なんか毎回トライしてみるけどうまくいかないっていう人はちょっと参考にしてみてください。まあ、こうやって乾かすじゃん。乾ききらないまでに乾かしてください。で、そしたら、ちょっとまず透明で取りますよ。私は、ここに今テーブルがあるんだけども、テーブルに両肘を置いてます。こういう風に。OK。で、鏡をこうやって置くじゃない？で、そしたらちょっと顔をこうやって寝かしてやるとやりやすいんですよ。寝かして、で、この毛のスタート、一番この毛のスタートの場所あるじゃないですか。そこをまずつけます。こういう感じでつけました。で、そしたら次に、この目頭の部分をピタッとつけます。っていうだけ。次、クローズアップで見せますからね。ちょっと今全体像を撮ってますよ。
OK。 つきました。ちょっと跳ねてるね。あのさ、ここちょっと跳ねてるの分かります？ちょっと隙間があるの。こういった時はこうやって押さえてグルーをここにつけます。でちょっと乾かしたらくっつける。次アップで撮ってみますよ。こっち側で。そしたらメジャーはいらないのでグルーつけます。なんか日本はさ、いろんなあのつけまつげのグルーとか出てると思うんだよね。いっぱい出てるでしょ、いいやつ。 OK、したら乾かしてこの毛のスタートからくっつけて最後に頭の方をつけます。こんだけグルー今ついてますよ。目頭がこうやってつけて、こういう状態じゃない？そしたら次にはい、つきました。こういう感じで乾かします。私が使っているつけまつげはとてもナチュラルな仕上がりなので、あの本当に自然に見える自まつげみたいに見えるから、あのなんだっけ、マスカラをつけた時にこのさ、毛の先っぽ、一番上の先っぽあるでしょ、そこにつけるとえっっていう感じになるんです。わかる？なんかマスカラつけてますみたいな感じのつけまつげになるから、マスカラつけるってずっと言ってるけども、つける部分は自まつげのこの一番の根元あるでしょ、この自まつげのこの根元とつけまつげを一緒になるように、こうやって一緒になるように自まつげの部分とつけまつげの根っこの部分をこうつけて、上の方は触んない、上の方をつけないようにして、そうちょっと痛くないようにつけます。 OK、こうやって下見た時にここにさ、ちょっとね、アイシャドウが落ちたりだとかグルーの色がまだついてたりとかあるじゃない、こういうのっていう時に、ま、毎回まあそうなんだけども、一回このアイライナーで上また引くといいです。引くともっとこうつけまつげついてるって感じにならない。こっちもそう。そう。なんかさ、メイクってこの小さい気遣いがものすごくあの重なってあの仕上がりが良くなるんですよね。なんか、まあ、ここはいいや、細かいのはいいやみたいな感じで仕上げていくと、あの、わかる？あんたそこ手抜いたでしょみたいなのがわかる？オッケー。下ビューラーで上げて、下ビューラーで上げます。2回ぐらいでいいね。ここで、まあ、大体みんなこのブラックのさマスカラ使うじゃない？だけど私はたまになんかすっげーすっごくナチュラルにしたいっていう時はクリアのマスカラでこう一体になるように
します。この分かる、地毛とつけまつげを一体化させる。こっちがカールしてクリアのマスカラついてる。でこっちがまだ結構違いますよね。そう、はい、これでつけまつげの完成です。はい、つけまつげはそんな感じなんです。わかりやすかったら LIKE 押してください。 Thumbs up。 それと、うん、もうね、まつげのつけ方について言えることはもうないと思うんだよね。うん、基本そのなんだっけ、コツはそうよ、肘をさ、机の上に置いて鏡をこうやって持ったら、ちょっと顔を寝かせて、でこのお尻の部分からキュッとつけてっていけば、うん、いいと思う。ああ、それでね、最後につけまつげをつけるときに、まつげがこうなってるじゃない。でそれをさ、たまにね、こうピタッてつけるときに、こうなってたらそのままピタッてつけるんですけど、顔にこう合わせて。だけどたまにさ、下目につけたりとか上目につけたりとか、結構上目につけてる人見るね。でこうつけまつげが反り返ってついてる感じ。そうじゃなくって、こういう風になってたら、そうじゃなくってこういう風になってたら、そのまま まっすぐピタッとつけます。オッケー、上目につけたりとか下目につけたりとかするんじゃなくって、ピタッみたいな。でまあほら、ビューラーでカールとかしてるじゃない。だからちょっとこう下目につけて、ちょっと下目につけてカールした時にウッってなるのもうありだよね。そう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 。だからさ、上目につけるのはやめましょう。上目につけると、そのさ、まつげのこういうカールのこの下の部分がバッて見えて、もうものすごくつけまつげつけてるっていう、こうわざとらしい感じがするんですよね。だからそう、こういうカールはこのまままっすぐピタッとつけます。 OK、 それぐらいじゃないかな、つけまつげ。うん、まつげの種類、まつげの種類とか、私のお気に入りのつけまつげとかは、前作ったビデオで全部話してます。それはディスクリプションボックスのところにリンクを貼っておくので、気になった方は見てください。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。